よし。14時からやるかな、放送は。美味しかった。今さっきの小味亭さんってとこで、あのスカステーキ 120g 食べてきました。なんかあの 牛ステーキの牛の匂いがない感じって感じだったかな。なんかね、匂いがする方向じゃなくてしない方向でしたね。食べやすくて、牛と違うのか肉質なのか、筋みたいなのがほとんどなかったですね。うまかったです。人がいるのか。桜庭相撲とかある。なんだりゃ、奇跡研究所。何それ。あー風強い。
ここから左か。一式。一式じゃなくて一式なのか。お、トンネル、ハイトンネル、よいしょ。冷たくて向こうが全然見えない。お、エコーすごい。あ、こんなはっきりするな、こんなはっきり反響があるなんて。最初ちょっとびっくりした。よいしょ。ドフラッシュまた行って、ボソッと言うと怖いな。常時発光で、どこまで届く、全然届かない、真っ暗になった、ダメだな。ん？向こうに壁が見える。あ、そっか、自転車ライトで照らして撮りゃいいんだ。ダメだな。あ、やっぱ壁がある。壁かなこれ。あ、すごいな、くっきりしてる。やった。でで、枝が、あとなんか引きずってる。よいしょ。
お、うん、民家か。トンネルどこに繋がってんだこれ。峠のところに写真撮らなかったな。峠でもないか。木を切って切り開いたばっかりなのかな、ここは。保育園かな、幼稚園かか、まだ生きてるのか。微妙だな。南伊豆町立三坂幼稚園。まあ、これも後で調べるか、覚えてれば。広崎まで8キロか。
これがあるってことは、いや、後でいいか。直前で枠取ろう。今7色そばに見えた。漢数字の7の。揚げ桜エビ、いや、揚げ桜エビぶっかけそば。この辺でもう下田って名前が出てくるのか。なんかこの天井でかいな。なんかでかく見える。白坂トンネル。なんかこれだったら切り通してもよかったように見えるな。七福神っていうのがあるのか。入間第二トンネル延長35メートル。この辺りのトンネルの位置がこうなってるな。どれもお、海見えた。霞んでる。めちゃくちゃ霞んでる。さて、そろそろワクトラニャ。
入間第一トンネル、電波あるかな、ここ。できればトンネルの見えるところで始めたいな。ツールが動かなくなった。またか。電波あまり良くないかな。自動無料延長オン。こんにちは。こんにちは。自動無料延長を開始します。スタート。和骨、交差すごい。岐阜は砂嵐なんじゃないかな。大阪は雨。雨。ああ、そうかな。関西の方から今雨来てるんですかね。大阪は雨ですよ。上り速度800ってなんだ今の。準備。準備。OK。準備 OK。なぜ変換されてない。準備。オンモが黄色い。和骨です。オンモ。本も表ってことか。東京砂嵐で誠っ黄色。東京砂嵐、東京砂漠みたい。
現在いる間にいます。天気予報どれどれ。和骨です。関東は急激に気温が下がり始めています。砂嵐や花粉で外が軽く世紀末だお。世紀末。位置情報取得。早く出ろ番組が始まる。鼻毛が伸びたよ。わら。うわ、18時から雨になってる。なんだこりゃ。セピア色の空。しかも下田の入間基地。これ下田のライブ映像かな。オレンジ色になってますけど、下田のライブ映像どうなってますか。これやばいですね。18時か。一応4時間あるけど、ぴったりに降り始めるわけじゃないんだし、やばいな。ロボさん来た。明日の最低気温がマイナス2度て。マイナスどこの、どこの、こっちは。じゃあ急ごう急ごう、早く下田行こう。色崎行ってから。ん、あ、なんて。下田のライブ映像がオレンジ色になってますけど、なんでですかこれは。今ちょっとアップダウン超えて、お、どさんこ28度。なんじゃそりゃ。急ごに急ごう。風は、風結構ありますね。どさんこってこれラーメン屋さんじゃない、どさんこなのか。もう 2,3 キロ来てると思います。でさっき小味亭でスカステーキ食ってきましたが、うまいですねあれは。牛ステーキとそんなになんか遜色ないような気がします。お、いらっしゃいませ。癖がない分旨味もなんか少ないのかもしれないですけど、十分美味しかったな。今入間、伊豆半島の先っちょ、南端に近いです。もうこんにちは。で花粉症は今日大丈夫だな、昼間は。で、さっきの小味亭はですね、おじさんというかおじいさんが一人でやってて、最近ケーブルテレビでも取り上げられたらしいんですけどね。腹渡が2位。鹿肉があんなにうまいとは知らなかった。普通にあれステーキで食えるじゃないですか。ソースがうまっていうのありますね。シャリアピンソースってやつでした。玉ねぎ入ってるやつ。シャリアピン。僕のサドル返して。やーやー、サドル霞んでますね。空気、海がさっきちらっと見えたんですけど、えらい霞んでました。で、あと鹿ステーキは私が注文した分で最後でした。ん、シャトーブリオン。鹿肉ラストでした。本当に今日はなんか特に鹿肉はやたら売れまくったそうです。でもう13時前で、鹿、そうそう、害獣。昨日はのビビロードのオーナーさんと話してた中で、オーナーさんが引っ越してきた時に、近くのあの道路脇の金網に鹿がなんか角引っかかって抜けられなくなってて、でオーナーさんが通りかかったおばさんに、これどうしましょうかって相談したら、じゃあお父さん呼ぶからちょっと待ってって言って携帯かけて、で軽トラにライフルで武装した人たちがやってきたそうです。ですぐに撃ち殺して肉にしたそうです。だからオーナーさんはそういうつもりじゃなかったんだけどなって言ってました。あ、今日は泊まりじゃないということです。今日帰ります。馬肉ですか。鹿肉は全然匂いなかったですね。でえらいとこに来ちゃったなとか当時は思ったよって言ってました、オーナーさんが。本当に鹿とイノシシは伊豆半島今増えすぎてて、かなり被害大きいらしいですね。だからもう鹿とかイノシシ見たらそれは害獣であって肉であるという認識らしいです。うん、あ、何みたいな。やっとちょっとオーナーさん、そうそう、ビビロードのオーナーさんと。そうそう、みんなで金網外したりしてくれるのかなと思ってたら、その場で撃ち殺されたそうです。仕方ない。本当に畑は
荒らすからな。うんですよね。イノシシを掘り返すからもっと被害すごいらしいですね。そう、最前線ですね。とかいう話を聞きましたよ、昨日の夜。自ら逃れられないサイクリング。サイクリング、自ら。今漁師減ってるらしいね。漁師、あの銃撃つ人ですかね。でもなんか金持ちの道楽みたいな感じで、あのえらい高級な車で来るハンターの人多いらしいです、県外から。あげません、サドルあげません。このサドルは大事なんです、買いがないから。35っていうのは何の単位なんだろう。29くらいにランクインしました。ロボキター。またさっきあの予約枠にしたんで連続で行きます。餅、まだ後ろに餅余ってるんですけど、どっかで食べるかな。甘い系の何かものを買って餅茹でて、今日の獲得、あ、今日は400ぐらいかな、今400、500ぐらいですかね、トータルで。で、YouTube で、なんて。餅とお汁粉、コンソメでいいよ。そっか、お汁粉か。餅はつきたてなの？柔らかいの？餅はもう、硬いやつです。餅とアイス。次の休憩、いつかな。とりあえず、色崎に向かいます。餅を食べましょう。しかし、時間が、夕方雨ってのやばいな。雨具は上着だけ持ってきてるんで、パラパラなら耐えられるんですけどね。ちょい狭いですね。いや、さっきもっとレトロなトンネルありましたよ、これよりも。実は風結構吹いてます。真っ黄色、色咲き風強いからな。黄色嫌だな。こっちは黄色までは見えないですね。空は白いだけ。餅巻きを見つけて突進したロボさんがおかしかった。突進しましたよ。そうですか。トンネルなのに電波して、突進しませんか。なんか見えた。トンネルは今前後にが開けてたからじゃないですかね、多分。横浜市内も50マイクログラム超えたそうです。50、伊豆の方が少ないか。じゃあロボさんに影響されてこの前クロスバイク買いました。あ、クロスバイク、ナイス、影響され、私の思うツボです。海見えますね。見えますかね。で、水平線が霞んでます。海が見える。線がよく見えない。白いな。海が聞こえる。白いです。大気汚染か。パシャリ、ロボさんに影響されてこの前洗車買いました。洗車マジで70超えたらアウト。乗せてくださいよ今度。海、ナイス、影響され、わら。影響されとしか表現できない。やっぱアップダウンありますね。本当か。バス停、バス待ち合いとか。ハンター足届くの？あんた足届くのかな？自転車の。今日は PM 多いの？落ちてますか。アクセス型か。AV、 どの AV だ。忍者。ミックス。楽しんでます。影響だか、それ影響かな。まんまやん。萌えアニメ、950は何だろう。ここはちょっと電波悪いかな。細くて少し長いので。しかし、予決してるな。どれが2.5 です。今日の交差で空気清浄機がバカ売れするわ。ダイキンの株買っとく。いかや、ダイキンの 11PM。 11PM はさっきもありましたね、午前中。そう、そろそろ PM2.5 になるよ。そろそろ、そうですね、あと22分で PM2.5 ですね。アップダウンしかないな、この辺り。
一度。まあでも今日取れてよかった。で昨日トゲにといてよかった。今日午前中は本当曇ってましたね。で今は晴れてるけど白い。ここは今マーガレットラインじゃないかな。日が暮れ、夕方、何それ。おお。ちょっとまたそのすぐ手前のそこの岩が、岩までの間が白いってどういうことですか。どんだけ白いんですかここ。戦車の弾ですか。 AP なんたらかんたら。白っ。何この距離で白いってどういうことですか一体。この気温の落差で確実に風邪ひくわ。今のうちに風邪むすりの落差で。ああ。すごいな。どんだけ白い。長津路歩道。これ上か。丸太階段ウッドステップ。大島と同じぐらいのどこか。大島。何も見えない。ん、大島と同じぐらいは何だろう。で近くにあの大根島、大根島と書いて大根島っていうのがあって、大根島と書いて大根島って前あれ、あの出雲のあっちの方ではなかったっけ。そこには野猿が住んでるそうです。でも多分この辺りもいるような普通に。うわ、何が白いのかわからんかった。登山ですか。とりあえず何でもかんでも白いです。景色が、その空気が肺に入ります。肺に入ります。島根、この島根と鳥取の県境のあたりでしたよね、あれ。横浜風強すぎ。で、なんだっけ、タコ、あれ驚きの白さ、なんだっけ、踊り子で帰るの、ワシカタカカがなんかタコを連れてきた島とかありませんでしたっけ。霧じゃないの。霧じゃないと思います、これ。うわ、船越英一郎が出てきそうな風景だ。船越英一郎ってなんだろう、カサスってことかな。カサス、うん、何が。それありがとうございます。増えてるな。そう、こっちは白いです。映像でわかりますかね、この白さ。この驚愕の白さ。伊豆崎まで行ってなんか見えるかな。あ、またなんかわかりやすい感じの。わかりやすい感じのと、あの愛らしい感じの。これ特にこっちの方の特徴なんですかね。ここまでなんか分かりやすさとか愛らしさをあの重点するじゃないか、強調するのは。木が生えてるとあれで、木がなくなると OK なのか。あ、ありがとうございます。改善。深白トンネル、この辺り 100m 前後のトンネルが多いな。リラクマっぽい感じですね。リラクマじゃないと思うけど。昨日も水草排除してにっこりしてたね。水草、そうですね。あれ木が生えてるの逆にいいように、なんか今まで上り速度は上がるか下がるか、上がるか、まだ上がらん、上がらん、上がった。これできましたね。電波悪かった後 FMLE があのエラー出してないけど止まってたみたいですね。すみません、さっきですね、アイアイ岬っていうところに行ってなかなかの景色でしたよ。あ、で、そこ延長か。まだまだだな。あれ、ちょっと待った、延長。延長のタグが、延長のタブがオンにならない。なんで。まあまあいいか。とりあえず、あの、27分になったらチェックします。ん？今延長動いてないですよね。今ここ、あ、確かめましょうかね。止まってる間、息やめてた。なんだ、映像復帰してたのか。延長。
FMLE がエラーになってないけど止まってたっていう状況だったようです。来なくていいか。指摘される。アスファルトボコボコ。コメントを読んでると、皆さん、インナースペースで悪者が詳細火力。詳細火力。長くになったら節句します。節句します。前後って意味じゃないよな。あれ延長やっぱ出てこないな。ちょっとここで1分だけ延長確認のためにお待ちください。でここは色崎ジャングルパークっていうのが休園中につきって書いてあるんですよ。これってもう今やってないって意味ですかね。冬はやってないってわけじゃないですよねきっと。でここから先の立ち入りはご遠慮願いますって書いてあるから、ここからはここから入ってないのかな。あ、入ってないじゃ入れないのかな。あと30秒20秒。あそこ風力発電ありますね。風力発電施設。あの車浜松から来られてますね。何ドリームランド。横浜ドリームランドってなんだっけ。あのタワーとかのことですかね。3分前になった。あ、延長多分オンになった。どうだ、これ自動的に自動延長するか。しないな。しないな。しないか、しないか。ダメだな。とりあえず手動で延長しておきます。あれ？無料延長にならないのはなんで？あれ？無料延長にならないのはなんで？さっき延長走ったりしてないですよね。あ、延長したって出てる。延長出てましたね。じゃあちょっと待ってください、今。コメント見えなくなるけど映像は続いたまま再接続します。多分これツールがまた例によって延長できたのを認識できてないので、これで残り時間が残り3分くらいです。よし、延長できた、できた。 OKOK。そう、ツールが延長してもそれを認識しないっていう状態だったみたいで、これで OK。 モーターサイクルの人はなぜここで止まったんだろう。怪しいバイク発見しました。延長中、交差は九州ってことになって、全国全国飛んでます。フランスか。 PM 中はどんだけ情報に流されやすいんだよ。どちら様、知らない方です。でもって、あれは汚職庫、えらいボロボロされてますね。てかこれなんか台風か何かでいっぺんにやられたのかな。廃墟になった後にえらいことになってますけど、すごい廃墟ですね。ボロボロですよ。気まず、あ、それはちょっとありますね。周りが静かだとこの読み上げがよく聞こえるので、周りに。あ、これで電波いいのかな。下水コメントが、あ、下水コメントで精神力は削られる。スライム野郎。何マニア、あ、廃墟マニア。こっちは西風ですね、どちらかというと。窓ガラス割って。下水。よっ。ジャングルパークってあれ潰れてるんですかね。なんか料金所的な、あそこの建て、あの小屋のさびれっぷり見るとそんな感じに見えたんですけどね。あ、やっとなんか一様に下り始めた。さっきからアップダウンばっかりだったんですよ、このスライム野郎。疑惑、いや大丈夫です、延長できてます。ん、どれのコッペ。
横浜市内、暗くなってきた。ほら、マジですか。で、これから雨が降ったら全部落ちるのかな。何がついてる。喫茶軽食、民家に見えるな。一応やってるのかな、あれ。スナックみたいな入り口ですね。ガンガン、このあと伊良崎まで歩いていくのにちょっと時間かかると思います。あれやってないかな。やってたら確かに営業中とかなんか出してそうですからね。そうやって伊良崎に来るのは多分10年以上ぶりだと思うけど、どうだっけ。入りにくいな。うん、入りにくいですね。やってても嫌だな。嫌か。2時半。あ、でもいいですかね。さっきなんか結構コア辞典ですね、行ってきました。あ、面白いですね、あそこ。あ、そう、コア辞典の話まだあって、日本一美味しいひじき、ところてん。東大に。さっきジャングルパークから入れなかったんで、あの港が、漁港がありますよね。そこから入れるんじゃないんでしたっけ、伊良崎。そこのひじき買わないと人生損する。損するのか。伊良崎、これある、ジャングルパークじゃないといけないんですかね。寸東郡で天気雨だそうです。寸東郡、どこだ。東海のあたりですかね。ちょっと待ってください。Google マップに載ってるかな、道。東大に入れません。東大行けないですか、今。ジャングルパーク通らないといけないんですかね。ちょっとググってみよう。あ、ちなみにこれさっきですね、コアチテで親父さんがこの間ケーブルテレビ出たって言ってたから調べたら簡単に出てきました。ほら、見えます、このおっちゃんです。このおっちゃん、さっきはこんなエプロンとかしてなかったし、帽子もかぶってなかったぞ。あ、これ入り口にあったパソコンって見えてますかね、映像で。見えます。あ、あのホームページご主人が作ってたのか。あの、ひらがなのコア辞典で検索すると、いや、そんなことはいいんです。それよりもちょっと待った。いろうざき、あ、そうか、ケーブルテレビとはいえ、そうですよね。東大、でも YouTube だってそれもまずいか。いろうざき東大アクセス。東大はもうちょっと先から右折じゃない。右折、入れますかね、ジャングルパークからじゃなくても。川口湖周辺であるとのこと。川口湖近いな。ジャングルパークから調べても分からんな。東大は7月と11月のみ。東大入れないんですか。敷地の中にって意味じゃなくて、東大に続く道もダメなんですかね、本当に。この先から行けるでしょう。まあでも向こう行ってみれば分かるか。ちょっとじゃらん観光ガイドっていうところの伊良崎のページがあるらしいんで、それだけ見てから。伊良崎は漁港から徒歩15分。ああ、やっぱそこそこありますよね。普段は東大の敷地内へ立ち入ることはできない。まあ敷地内に入るつもりはないんですけどね。私前確かジャングルパークから行ったような気がするんですよね。まあ行ってみるか。プリウス。雨降れてめえ。うん、あ、伊良崎がなんて。あ、確かこの辺にどっかさっきのイルマのとこだったかな、前泊まったキャンプ場があって。ん、伊良崎が何がいるって。雨そんな近いのかな。雨大変困ります。あ、しまった、こっちじゃない。伊良崎 0.4 キロ。うん、トンネル抜けたとこからでいいのか。手前からも行けますよね。あと 0.4 キロ、あれきっと
入り口までが 0.4 キロだろ。このトンネルくぐらずに。ここの猿は芋洗いますか。芋どうですかね。あ、お疲れ様です。天気はまだ大丈夫です。南国の、あ、まあ確かにそうですね。西伊豆の海岸線なんか割と南国っていうのかな、ちょっとあのジャングルめいた感じがしましたけど。盗まれた。何に誰に。雨まで3時間、関東上空になってきたということだったので。3時間、まあでもそんなもんか。下田まで何キロあるんだったかな。20キロはないと思うんだけど。遊歩道が整備され、うん、あ、ありがとうございます。じゃあ急いで行くか。10分で行ってやる。10分で行ってやる。人の弁当食べれません。人の弁当、あー、いいな。この辺りも猿に盗まれた。猿に。この辺りも猿いるのか。そこ降りるのか。凍りましたが、行けるかな。お前が言わないとなんだって。あ、ここバス通るとこみたいですね。でもさっきのジャングルパークの入り口のバス停見ると昼間しかなかったですよ、バスは。あ、ここ結構あるな。狭くなってきた。やっぱりジャングルパークと人が住んでるところは違うか。で、ここですね。こんにちは。前来たとこここだったっけ。こんにちは。有料駐車場か。自転車はどうなんだろうな。自転車どうなんだろう。いや別に怒られてないです。トイレのとこに置いとくか。さあ往復20分で行けるか。結構厳しいんだろうな。これ落ちないようないくらなんでも。じゃあポタファイ持ってきますね。ってことはやっぱりここから行けるんだ。落ちないよな。真っ暗な時だけどトイレの前の水音がかなり怖かった。トイレの前の水音。マコトッキーので視界不要。5キロないかも。 GPS 持って。ここ赤い土蔵のような壁。さてじゃあ行くか。なんか小さい魚いるな、あそこ。ん？小学校ないの？トイレの、いや置き場じゃないですよ、ここは。勝手に置いただけで。参道入り口。じゃあ自転車置いて行ってきます。ナマコ壁ですね。いや、おじさんなんか独り言言ってました。よっと。こんなんだったかな。はい、持っていないです。水難も出てますね。鍵、あ、そうか、鍵か。まあ鍵っていうのになりますよね。鍵は持ってきてます。あそこは遊覧船か。ここから大島に渡ろうぜ。大島、ここから出てないじゃないですかね。あ、あのおしどり型のあれが遊覧船かな。10分で行ってやる。ゴープロ動いてる。ゴープロ動いてるはずですよ。さっきメディアも交換してきたし動いてる。ああ、やっぱりここ前来たのここだ。ジャングルパークからじゃなかった。ジャングルパークみたいなとこ入ったのどこだったかな。相当先だぞ。岬の先に波があるのですか。うわ、登るな。岬の先には灯台があります。狭き門の灯台があります。杖入れ。杖ないよ。ほら、あそこにおしどり型のやつ。遊覧船乗り場。ここ遠い記憶があるんだけど。結構遠いみたいですね。20分でお年寄りタイムでしょ。20分お年寄りタイム違いないです。自転車でちょっとこれ登りたくないな。東京大学受験より狭きもんですか。そう、東京大学受験よりも狭い。いや、同じです。東大一直線。
色崎の灯台ネタは究極上品あるですね。登る登る。あ、ビンディングです。SPD。さっきの海抜0メートルからもう22メートル。高額的に。うん、本当に崖ですよ、ここ。ほら。自殺の、え、この辺りは観光地だからかな。ジャングルパークはやってない感じでした。肺炎じゃなくて救援って書いてあったから微妙なのかもしれないけど、ゆっくり登ってよ、落ちないでね。ゆっくりですか。なかなかハードですね。ここはスペンス。ヘビー氏の母。下は人生の谷底。あ、ジャイ氏の。クルリ城っぽい坂。この辺ってクルリ城、あっちの方がすごいですよね。あとちょっと音量でかい。暖かいな。あの昨日ほどめちゃくちゃ暖かくはないんですけど。犯人は崖っぷちに追い込まれる人。追い込まれると音量を。いや、暑くはないですね。角度はなかなかです。花粉症は大丈夫ですか。花粉症は今日大丈夫ですね。不思議と。ジャングルパーク前来なかったかな。自転車で上がるのちょっと厳しいです。勾配的に不審がられますよ。ラジオ鳴ってるだけです。 SPD 回してると思いますよ。かなり結構人がいますね。いますね。さすが観光地。わらわら。こんなでもこんな感じのとこだったっけな。10年経つと完全に忘れるもんだ。全く覚えてない。岬は10分以内につけると思いますよ、私の足なら。ん？ GPS が。あ、GPS 電池切れか。先に。持ってます、持ってます。手には手に持ってないけど。GPS の電池がやばい。交換の電池は、今自転車の方だし。10年前か。じゃあもう完全肺炎っていうことになりますね。ふぅ。なんかの入り江みたいなのがありますね。ん？あれどうなってんだ。肺炎ですよね。10年経てばいくらなんでも。ここどこ？ここは色崎、伊豆半島の一番最南端です。一番と最が被ったな。現在地は？ここは伊豆半島の最南端です。色崎です。なるほど。ここがマサラタウン。マサラタウン。何マサラタウンって。お年寄りとかけまして工場と解きます。雑誌の中間みたいなもんだな。これで今半分だ。色崎灯台まであと500メートル。サラタウンか。イエンタウンみたいな。イエン。ところで、ね、今下ってますけど、なんで？なんで下りなんで？結構歩くね。歩きますね。今何分経ったかな、歩き始めて。測ってない。あ、そうだと今。今ここ今出てないですね。 iPhone 置いて、 iPhone4 置いてきたから。ただいまの GPS ストロークは大丈夫です。まだ生きてます。もうすぐ切れるぜ、ベイベイっていう音が鳴っただけで。
あ、向こうはあれジャングルパークの敷地かな。あ、なんかそれっぽい感じが、錆びた鉄骨が。で、あ、ここからまた下るのか。あ、いや、ここなんか見覚えある。多分これだ。そうそう、やっぱりジャングルパークみたいなとこ見たって、ここで見たのか。これだ。これがもう10年経ってるんですね。で、私が来た時はやってたと思うから、本当に10年以上経ってますね。うん、廃墟ですねこれ。多分ジャングルパークので、灯台がちらっと見える。空っぽ。ここ見たことある。私はここ見覚えがあります。うん、最悪って。自販機は生きてるっぽいな。そう、これは撤去費用でしょうね。中はまだ丸々残ってる感じですね。よ、見えるかな。確か前来た時は生きてたと思う。廃墟じゃなかったと思うから。なぜわらわら。なぜわらわら。廃墟マニアの俺換気。カメラ乗せてるロボさんが見えたよ。カメラ、あ、見えました。観光的にはマイナスだな。観光的には廃墟は確かに残ってると。そうですよね。なんでそんなに受けるんだよ。そんなに受けなくていいじゃないか。そう、なぜ笑う。廃墟のジャングル。この辺りは、こっちは何の建物かな。廃墟マニアの方、厚木の廃墟病院なんていかがですか。うん、廃墟病院。この間 Z さんについてた、なんだっけ、秩父鉱山のところの、あれググって秩父鉱山の廃墟写真とか見たらものすごいですね。本当になんか生活を途中で完全に片付けもせずにそのまま放置していなくなったって感じがしますね、あの写真は。それか誰か荒らしに来たからなったのかな。いろいろ散乱してて、あ、ありがとうございますって。なぜ今このタイミングで。どけどけ、片道10分超えましたかね今。お、トイレだ。なんとなくロボさんに感謝したくなったの。なんとなく、なんとなくですか。お、石室神社かなこれ。じゃあ私もいつもありがとう。いや、いつもありがとう。どういたしまして。感謝するがいい。厚木の廃墟病院、あそこで昇進あったしく、その後があんなに、トイレ、わら。トイレあったら帰りに寄っていこうかな。トイレ借りていこうかな。返さずに。そう、照れる照れる。神社だぜ。石室神社っていうんですかね、あれは岩室、石室。トイレも、いや、大丈夫なはず。そうか、下りってあれ確か海抜まで降りるんでしたっけ。海に出っ張った神社があるんですよね。あ、灯台のまだか、入り口は。いや、ん、まだか。あっちだな、入り口は。ちょっと酔いそう。酔いそう。まあ、歩きだからな。よっ。そう、歩くとどうしても揺れるんですよね、頭。灯台来た。色崎灯台、久しぶり。色崎灯台、私はこんなに大きくなりましたよ。十何年前と比べて。多分身長変わってないよな、全然。最近白髪が増えました。白い灯台。石室神社参道。やっぱり先端にあるあれがそうなのか。西島崎最近来ましたね。ね、次回一般公開は今年7月頃予定しています。灯台に到着。おお、登ってる登ってる。大学生から永遠の大学生に成長しました。永遠のエターナル大学生。むしろ縮んでるんじゃ。7月、東大、お前、まだ結婚してないのか。まだ結婚してないですね。まだ東大で並ぶのか。
もうちょっと先まで行かなきゃいけないですね。撮りましょうかって言いたかったけど、今このカメラに思い切り映るからな。灯台は狭き門なのです。これ手を合わせなきゃいけないんですよね、ある的には。あれ、ここも黄色い。ここは、いや、私の目で見ると黄色くないですよ。よっと、じゃあとりあえず手を合わせとこうか。灯台、元の線。あるネタ的に手を合わせときました。この灯台の言われは、先っちょなので灯台を建てた。そんなところじゃないかな。東大なら私は確か就職してから東京出てきたとか言わなかったかな。先っちょだから。ああ、今まで登った分が全て無になる。うん、そうそう、確かあの海辺まで降りてた覚えがありますね。なのでまだあるんですよ。先端にあの神社があります。神社っていうか小さい祠があの岩の上に立ってるんですよ。やった。鬼の洗濯岩か、雑すぎる。洗濯岩にしちゃう。ほら、そうそう、写真は、あ、写真は撮ってますよ、いろいろと。灯台は、よっと、船越英一郎のネタはさっきも聞いた。前来た時、確か風がむちゃくちゃ強かったんですよね。おお、人いる。ここら、そうか、こっちから見えなかったっけ。やった、電波あるな。あ、すいません。おお、止まった。おお、なかなか。この間宮崎に行ったなんてとこだったかな。なんとか神社だか、なんとか寺だか、あそこに似てる。この崖っぷちの下にこういう社があって、でここ見た覚えがあんまりないな。まさかのタブト、そんなことしてもらえないし、いいところで、ここで転んでもらって飲み合ってほしい。で、神社人いますね。あ、熊野神社なのか。ここらの魔力、動きました。これは美味しそうですね。やっぱ風強い。あ、このサイズの岩だったっけな。すいません。えらい風だ、やっぱり。電車降りてきた。青島よりもうちょっと先の方の、なんて言ったかな、もうちょっと南側の。ん？あ、何神宮？あ、そうそう、なんとか神宮って名前だった。うど神宮、そうそうそう、うど神宮だ。それです。あそこにちょっと似てる感じがしました。色崎灯台のさらに先っちょに到着。風結構すごいですよ。おお、あの頭に巻いてる手ぬぐいの後ろにたなびいてる部分が顔の前にベシッと張り付いてる。鬱陶しい。何先生？そこ関東で観測されてる黄砂じゃないそうです。黄砂じゃない。下飛ばされないようにですね。よいしょ。おみくじは？伴侶はいない。おお。縁結びの神だ。あ、これ縁結びの神だったっけ？縁結びの神、縁結びの神。ああ、見え。手ぬぐいが邪魔で周りが見えない。先端です。よいしょ。英二郎と栄一郎がいる。よいしょ。キャバーン。で、あれはさっきのあの崖っぷちの崖の下の神社ですね。あれすごいな、屋根とかどうやって建てたんだろう。あれ海に、バカ野郎。
このバカ野郎、何に対してかわからんけど、とりあえずバカと言わなきゃいけないと思って、タイタニック号と、うん、あの肉汁が結ばれてますね。祠が多く発生する場所って、それ私が前言ったネタ覚えてるんですか。あのアジア製のどこか知らないけど、アジア製のあの結婚式の引き出物でもらったあの防水ウォッチの防水壁掛け時計の説明書に、埃が多く発生する場所っていうのが、埃が多く発生する場所って書いてあるんですよね。あとクオーツクロックのことがケオーツケロッケって書いてあるんですよ。あれは多分手書きで書かれた原稿からあの活字にするときに、その日本語読めない人がやっちゃったんですかね。ケオーツケロッケ、あとワオーツワローバとか、つらいね。トンボ玉おみくじっていうのがあるな。天然石みくじ、おみくじ100円、大吉吉、中吉、あ、知らなかった、中吉よりも吉の方が上なんだ。これでしょ、よいしょと、コメントオフ。鏡が祀られてますね。でこの神社人がいるんですよ。あの今の巫女さんかな、宮司さんかな、ちょっと分からなかったけど、トラ、牛、あれネズミか、あとウサギとカメだ、ウサギとカメか、なるほど。でちょっと夢に戻しますね。よいしょ、よいしょ。末吉は強グループ、ここにこ神社、さっきの演技の鏡ですかね、あれは。あと剣と、あとなんだっけな、マガタマだっけ、ニコさんじゃなかったです、おじさんでした。いや、関室、西室かな。お参りは特にしないです、私神頼みしないのをポリシーにしてるんで。私が成し遂げたことは 100% 私の成果であって、神様の、あの助力は入ってないはずです。あ、おみくじやめときました。トンボ玉おみくじはちょっと欲しかったですけどね。そう、無神論者であることを強調したい論者。またあんだけ登ってくれたのか。おじみこ、みこじゃないと思うな、おじさんは。でもこんなとこだったか。もうちょっとなんか寂れてるイメージがあったんですけどね。でもご利益ありそうな感じ見えますよね、こういうところは。結婚運の、これ恋愛のやつかな。いや、施しない、本当ですか。じゃあ神頼みしたって意味ないじゃないですか。神様に無事を受けて聞いたことあるの。無事だったのは私が起点が来たからであって、神様のおかげなんで身も思っちゃいないね。あ、カラスだ。お、いらっしゃい。ここは井戸崎灯台です。ん、何時、3時だよな、きっと3時、いや3時、あと2時間ぐらいで下田につければ雨は回避できるんじゃないかな。あ、そうだ、あと X バンド見とこう。 X バンド、これはニコ動 X バンド、
ああ本当だ、もう 北側の方に今雨が通過してる。やばい、どうだろう、こっち来るかな。今この伊豆半島の付け根のあたり雨降ってるじゃないですか。やばいやばい、うん、弾痕の。3時のおやつ。3時か。おやつの時間よ。PM3.0。途中で拾ってきたみかんが怖くて食べられない。静岡市か。おやつは餅です。マサラタウンのネタがわからないので面白くない私は。なんなんそれ。私は今忍者スレイヤーのことしか分かんないです。あれも流行ってからだいぶ経ってるよな。こっから下田駅まではどんぐらいかな、20キロぐらいだと思うんですけどね。忍者スレイヤーってツイッターで読むんでしょ。ツイッターで、そう、今私はツギャッターで読み進めてます。ちょっとトイレ行ってきます。競馬場、ああ大阪の方かな。阪神、阪神。伊豆半島は大昔、南の島でした。ダッシュで阿から逃げましょう。韮山石材店、静岡県多宝郡韮山町。で、これ伊豆の方か。じゃあちょっとトイレ行ってきます。戻った戻った。よいしょ。おやつ。とりあえず昨日のパンが余ってるんですよね。早いじゃないか。うん。尿ですから。それさっき近くに人がいたんで早く。あ、今ここはですね。今ここ出したら iPhone 4が自転車の方にあるんで今。台もしましょうよ。台。うん、今台大丈夫だな。4、あれ4出てるんです、酒も。ウエット走行を参考にしたいで雨降ってください。ってください、勘弁してください。今日は雨に弱いです。大の大冒険、これから川島なだる遠いね。川島なだる遠いわ。いや、そんなにむちゃくちゃ離れてはいないけど、今から行ったら川島なだるに着くのはまだ明るいうちにつけそうかな。その後のフォローがもうできない。仕事してるかどうか秘密だけど、明日仕事です。これは何が入ってるんですかね、中に。ガチャピン、帰りは特急ですか。ガチャピンか、あの中身は。帰りは、まあ時間し、あのどの列車があるか次第ですね。相変わらず帰りの電車のことろくに調べてないです。電車っていうと危険があるから列車っていうのがいいんですけどね。
ルメリア秘密結社。ん？見せても帰るわ。婚約満喫しましたね。一緒に入ってる人いなかったけど。トイテス、まあそうですね。電車とか、まあ列車は乗る場合、はい。うちの灯台ってあっちですかね。あ、そうです。向こうの方です。ありがとうございます。あれですね。結構下るんですよ。今のって言われましたね。こっちじゃないです。崖っぷちの灯台ってまだ先、こっち側でいいですかねって言われたんで。声かけられじゃんですよ。そう、イヤホンが聞こえました。言われた、って言われましたね。話しかけ、私もそう思いました。この格好の人間に話しかけるなんてすごいな。普通カメラ頭にくっつけた人に今の日本だとまだ話しかける勇気は振り絞らないといけないですよね。でもいずれこれは普通になるから大丈夫です。でもまだ今テレビの撮影と間違われるってレベルかな。命が私に取ってこられたらどうすんだ。5時で終わり。ああ、じゃあ間に合わないかな。ちょんまげマウントだってこれは一番重心安定するから。ロボさんも仕事人ですよ。テレビと前でも実際昨日の餅の草餅食べたところでもそれは何って言われて、あ、テレビとは間違えられなかったか。ダイソーで GoPro。 あなたじゃダメなの。でも使い捨てのビデオカメラっていうのもあり得るのかな今後は。セバーテクリスト。セバーテ、それは何？フジテレビです。嘘つくな。さてもう20分は経ちましたよね。特に出たカランコロンか。使い捨てカメラ、使い捨てビデオカメラっていうのは成り立つのかな。200人、それは来場者数がってことですかね。900は昨日の夜が30分でいきなり500とかだったから昼間やってるにしちゃ多いですね。ん？あ、何だったり。でも今はスマホで撮れるからな。動画は今のこの iPhone5 で撮る動画なんてかなりすごいですよ。デジカメの動画よりも、私のコンパクトデジカメの動画よりも綺麗に見える。あ、来場者数ですね。うん、そう、クリートが、クリートだけでもないかな。で主にクリートの音かな、カチンカチンってるのは。ん？なんて。有効な出会いないな。有効な出会い、山柄だ。山柄かわいい。iPhone5 動画を参考に載せてください。うん、参考に、ああ。山柄見えますか、山柄。ピッピッ。鳴き声もなかなかかわいい。山柄は前あそこ何層って言った、赤何層だったかな。大井川鉄道の奥の方の、今やってないんですけど当時の町営ロッジみたいなところに泊まって、そこで毎朝ひまわりの種で山柄と四十から餌付けしてて手に止まるんですよ。山柄が全く飼いならされやがって、この飼い犬め。関東人、うん、今日はひどいらしいですね。こっちの方がマシみたいですね。話聞いてると空黄色くないし、そこまで。戻ってきた。犬じゃないよ。犬じゃないですね、鳥ですね。
あ、まだ移動しとり。成田空港は黄色い。好きでもあるし。あ、成田空港黄色いですか。関東は関東は、うん、そうですね。あの山梨の方とかに比べるとこっちの方がなんか来やすい気はするな。甲府とかに比べると。あ、でも甲府もめったに特急で行かないからか、鈍行で行くからですかね。いらっしゃいませ。これ iPhone で今ここ出しときゃよかったですね。 iPhone5 の方で。ふう、この辺りが一番急だ。英語、今の英語か。うん、伊豆急下田から今日帰ります。伊豆よりも近い箱根で済ませることが多い。箱根、ああ、確かに小田原からだから近いかな。こうやってみましょう。嫌だ、断る。往復で30分以上経ったかな、これ。途中いろいろ立ち止まって見てきたし。餅を焼いてくれ。餅ですよね、餅。それでも、うん、だといいんですけどね。今はステーキ食ってきましたから、さっき鹿ステーキを。ん？下田から？これ何？うん。気持ちいい。あ、伊勢海老ラーメンありますね、ここも。砂嵐、今こっちは大丈夫ですね。エビそば。ん？何がすごい？残り何キロあったっけ。じゃあここで、あ、風の音、暗く。こっちはまだまだ大丈夫に見えますね。さっきあの午前中の曇りに比べたら随分天気が良くなったように見える。よっと、風の音か。先っちょ観光やっと終了で、ポタファイをこっちの電源につないで行って、あとなんだっけ、あと、そうだ、iPhone4 で、皮がいらない、そんなネタいらない。あ、今オンな、いけるかこれ。1、0。送信中、送信成功、いった。今ここ復活しました。で、あともう引きやることがあって、エビそば、エビそばっていうのはどういう、エビが練り込まれてるんですかね、エビ味が。白身だと。ここはシャレならないな。川に入ってみたら盛り上がりますね。で、昨日の残り。ブリオッシュスティックパン。ミルククリーム。あ、結構マーガリンの味なんですけどね、これ。なんか出た。なんか出た。うん。ロッポさん、いや。ゴンタ君でしょ、これは。うん。うん。なんか出た。止まった。これ、まさか。なんかそのままじゃないよな。多分、あの、手洗うとこですよね。あ、GPS もありがとうございます。ナイスアドバイス。手、もう切れてるかもしかして。うん、今日は掘り込まないですよ、今日は。お、まだ生きてた。よし、夜はでしょうね。うん。中山駅、あの辺りは、あの、仮にそこで今ここ出そうとしても出ないようになってます。その非通知領域というのが指定できて、うん、
そう、ゴンタキミですよ。おじいさんが不思議そうに見ている、うん、見ている。 そのあたりはちゃんと今ここの結構初期の頃からもう対処されてましたね。いや、一番最初のリリースだとあの質釣り液とかいう考え方なかったんじゃなかったかな。あったっけ。よし、交換完了。うん、パナソニック、Nループなんかいろいろごたごたしてるらしいですね、今。そう、電子機器頼りすぎ。だからサイバーって言ってるじゃないですか。サイバーっていうのはですね、そもそもあの、電子機器とか、電子機構で、あの、体の保護、体の保護じゃない、なんていうんだ、補助をするみたいなイメージなんですよ、本来。サイバネティクスですよ、サイバネティクス。ただなんとなく歴史的でかっこいいって意味のサイバーでは最初はそういうつもりで私つけたのかもしれないけども覚えてないです。今は電子機器依存っていう意味で使ってます。